もうあちゃうん、おはよう、もう朝だよ。今ですね、春休みですので子供たちが家にいるんです。さわやかケイラですね。よかったね、遊んでもらえて嬉しいですね。ママトイレに入らして。いやね。なんでママトイレ入りたいの。いやね。なんでそんなこと言うの。なんでそんなこと言うの。くにゃ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 。はい、今日はお片付けの日です。お手つけじゃねえ。じゃあ何の日なの。今日は休みの日だ。春休みね。いつもですね、テレビがですね、壊れてしまいました。ずっとノーメディアデーですね。ここもこっちとですね、つけたら見えるんですけど、うん、ひびが入ったんだよね。はい、今弁当作ってます。近いのね、暑いからね。くるっとする。こっちはですね、マカロニを入れたいと。1分30秒になった。何個あった？10あった。混ぜ混ぜ、上手上手。マカロニね。あ、おいしい。今日療育があるからお弁当作ってるね。夕飯ね。テレビ券も郵便局に買いに行かないといけない。テレビをね、処分するね、代金を払わないといけないんですよ。買いに3000円ぐらいかな。仲がいいですね。ゆか拭いて、さやちゃん。分かったよ。拭いてください。ひろの髪隠しすればいいんでしょ。そうだよ。せん、早い、拭きなさい。大物客埋まってるんだよ。めっちゃ、なんかババなんだ。ユババでしょ。ユババのマネめっちゃ上手だよ。ゼン、おいき。なになに。ゼン、早く吹っ込んだ。早い、ゼン。ババやりました。ゼン、はい、まだ吹かないとお前を八つ咲きにして茹でて食ってやる。こちらが朝ごはんですね。お弁当の残りです。こちらが今日のお昼ごはんです。りくくん、かいくん、さやとけいですね。でこれがママのお昼ごはんです。よし、かいくんごはん食べようか。食べた、かいくんの食べましか。あー、いただきます。もう朝ね。もう朝だよ。もう行くよ。もう後ろから出なくていいの。そうなの。やっぱ後ろから出るの。はい、行ってきます。何でシルクロードの日って意味わからん。じゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイね。はい、はい、お姉ちゃんたちは大丈夫でしょうか。自転車で2人で遊んでましたね。はい、今から療育に行ってきます。あ、またマリンポートに船が来てるね。ケイ君がね、船見に行きたいって言ってたんだよね。今日も行ってみようかね。ママ、チョコ、大きい船に行きたい。あ、チョコはチョコ、うん。はい、今療育が終わりました。今日は修了式だったのでお弁当入れなかったみたいです。ちゃんと確認してませんでしたね。今まで制作してきたものをまとめてくれてたりするので家に帰ってから見てみようと思います。ドーナツももらったね。おやつももらいましたよ。テレビでですね、持ち込みで処分しようと思っておりますので今から郵便局に行きたいと思います。
日ね、終了式だったからドーナツもらいました。よかったですね、りっくん。お、これはりっくんの作品、かわいいね。お兄さんだ。おーおー、すごいすごい。この丸いのを貼ったのかな。へー、今からママとかいくんとりっくんはご飯食べますね。待っててくれる？うん、いただきます。ここない。あー、ごめん、お弁当がね、酔っちゃったんだよ。美味しいね。今ですね、12時20分ですね。ご飯を食べて1時くらいになったらマリンポート行ってみようかな。今からマリンポートに行きます。ケイ君がね、ずっと行きたかったのね。はい、行ってきます。ほら、喧嘩しないの。遊んでんだもんね。いや、でもね、さっきあれ朝の遊んでたよ。喧嘩してた。喧嘩してましたよ。はい、今からマリンポートに行きます。かわいい。ちょっと丸っこい感じ。丸っこい。ミスパー。なになにそれ。飲めません。マリンポートに着きましたよ。カイくんは起きてるけど、リクくんが寝てしまいましたね。着いたよ。一番重いのも取れました。あ、先生とも行くのか。ママ何味だろうな。ママね、プレーン味がいいな。それはね、焦がしバター味でしょ。それそれそれのこと。カイも食べる。カイも食べるよ。僕はいらないの。ケイ君、ドーナツ。これですね、蒸気屋のドーナツ、油で揚げないドーナツです。とっても美味しいのね。開けるの。はい、これは焦がしバター風味。ほら、美味しそう。はい、どうぞ。はい、今日のお空はどうですか。とっても綺麗ですよ、お空が。でも急に雨かもしれない。そういう、それはないでしょう。よかったね、かいくん。ああ、よかったね。ああ、よかった、よかった。いつまで眺めてるの、かいくんは。早くドーナツ食べちゃいなさい。今3時のおやつかと思ったら、ね、まだ2時でした。でもね、1時過ぎに出てきたからね。ヘリコプターだった。海上保安庁だね。班長の訓練に遭遇しましたね。僕にありえたわ。え？僕にありえたわ。僕がやってくれたんだよ。僕が見つけたの。僕が教えてくれたんだよ。そうなの？大きい船。はあ、かっこいい、かっこいい。かっこいいですよ。さやちゃん、なんて読むと思う？シャリー。シャリー。ローマ字習ったでしょ。ローマ読めるの。うん。これはね、シルバーウェスパーっていうんだって。本当に合ってる？合ってるよ。言ってみて。シルバーマーシー。違う、シルバーウェスパー。シルバーウェスパー。オッケー。シルバーマーシー。違うよ、シルバーウェスパー。ウェスパー。ウェスパーじゃない、ウェスパー。ウェスター。ウェスパー。ウェスパー。はい、チーズ。今からお買い物行きましょう。コーラ飲みて。不良がいる。コーラ飲みてとかいう不良がいる。また米を15キロ買います。今度はあなたたちが5キロずつ持って上がってください。イオンで買い物しましょう。カイ君は寝ました。米を運びました。
ただいまの時間6時です。さやちゃんをダンスのところまで送迎してきましたね。3月の給料が出ましたので、またお米はですね15キロ持ってきましたよ。今回ですね、ケイ君がですね運ぶのを手伝ってくれて助かりました。はい、九州産日の光ですね。ママがいつも使っている子供を喜ぶこの麦茶、癖がない麦茶でとっても重宝しております。よく使います。あと今日はイオンの通い市で冷凍食品が安かったので冷凍食品買ってきました。このチョコレートと生クリームは明日ケーキを作ろうと思います。長芋と人参、ふりかけ、納豆と豆腐、レタスとブロッコリー、これがお肉ですね。人参に細切りに、今日の夜はねこれ骨なしフライドチキンを食べようと思います。秋みつはどうに、これは明日の朝ごはんにします。そうですね、ホットケーキはさやちゃんがねお腹減ったらホットケーキ作るかなと思って買ってきました。ティッシュペーパーですね。はい、大体これで8000円ぐらいですかね。ではでは夜ご飯作っていきます。はい、パパが帰ってきました。今日は鶏肉とブリの煮物です。さやちゃんは今ダンスから帰ってきました。はい、今から、はい、今さやちゃんの前髪を切ります。はい、どっさりいくね。うん、いいんじゃない。1センチぐらいだよね。ほら、うわ、うん、すごいパッツン。しょうがない、それはいい感じやな。いい感じじゃない。いいかな。いいかも、上手上手。自分で言うのもなんだけどちょっとここボコボコしてるかな。あ、うん、はい、いいっすか。あ、ちょっとここボコボコしてるかな。いい、ね、どこまで気にするね気にするところ。はい、いいかな。はい、はい、OK です。はい、OK ですね。 OKOK。 はい、もうですね9時半になりましたので、みんな寝ましょうね。かやくももう寝るよ。もうね、寝るしよ、ね、じゃあね、おやすみ。コメント高評価よろしくお願いします。よろしくね。